2022年度小中高ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ中学生の部女子同士カップルスタンダード部門で優勝されました野沢二子上野夏美組です。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝のとお名前を呼ばれた時はどんなお気持ちでしたか？もう言葉では表せないぐらいすごく嬉しくて、私中学3年生で最後の大会にもなるので、中学最後の大会にもなるので本当に嬉しかったです。今まで一番の夢だった小中高での優勝が果たせて、とてもなんか嬉しい気持ちになりました。はい、ありがとうございます。どんな時に社交ダンスを習ってよかったなと思いますか？はい、やっぱりみんなと一緒に練習したり、大会とかで優勝したり負けちゃってもみんなでその感情を共感し合えたり、そういう時に本当に社交ダンスやってて友達も増えたし、いろいろな感情を知れてよかったなと思いました。新しいステップをやるとき、それができたときすごい嬉しい気持ちになって、でどんどんペアも変わっていくんですけど、それでまたできたってなったとき、なんかずっと続けたいなって思うぐらい、とても楽しい競技になんか習っててよかったなって思ってます。はい、ありがとうございます。お友達に社交ダンスを進めるとしたら、どんな良さ楽しさをお伝えしたいですか？大会に出るときは2人なんですけど、練習をするときは団体でみんなと一緒に練習して、さらにより良いものを作っていけるので、そういうところが魅力だよと伝えたいです。はい、ありがとうございます。普段はライバルなんですけど、大会の時はライバルなんですけど、練習の時は、友達の間で教え合ったりして、ピリつきもなくとっても楽しくやってるので、そういうところがいいところかなって思ってます。お父さんお母さんやお友達、ダンスの先生に向けての喜びや感謝の声をお聞かせください。里吉先生、今までダンスを教えてくれてありがとうございました。おかげで優勝することができました。一緒に練習してきてくれたみんなも本当に感謝しかないです。ありがとう。お母さん、今までいろんなこと言ってぶつかったりしたんですけど、しっかりいろいろ支えてきてくれてありがとうございました。先生、今まで、約3年間、しっかり教えてくださりありがとうございました。はい、ありがとうございます。2022年度小中高ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ中学生の部女子同士カップルスタンダード部門で優勝されました野沢二子上野夏美組でした。ありがとうございました。おめでとうございます。